カートット部は、ウェブブラウザ上で、地理情報システムとウェブマッピングを機能させる SAS、クラウドコンピューティングプラットフォームである。フリーミアムを採用しており、ホスト型環境にて、一定量以上使用した際には課金される。2011年9月に、デンバーにてフォス4 g が、ベータ版を発表し、2012年4月に、ウェア2.0において、プレビュー版が公開された。 ポストギスとポストグレスコールなどのオープンソースソフトウェアで組まれており、フロントエンドでの Web アプリケーションやバックエンドでの API を基にした Node.js、クライアント側のライブラリーなど JavaScript の拡張機能を用いている。機能面では複数の主要な構成要素がある。データを編集しかしかする Web アプリケーション面では直感的な GUI により、 CSS による地図表示形式の管理、SQL によるデータ参照機能が利用できる。地図 API 面では、クライアント側の操作に応じて、レンダリングやタイル表示を動的に行うほか、SQL の API として、Postgres ル l からデータを利用でき、SQLAPI は JSON や j o j s o n CSV のデータ形式で利用できる。カートットブ、JS ライブラリー面では、 上記2つの API を統合し他の Web アプリケーションにデータを利用できる。利用者用と新規機能投稿用の2つのコミュニティが存在し、主に掲示板やフレノドの IRC を利用している。多くの利用者は FOS4G などの年次イベントに参加しており、その中にはアメリカ航空宇宙局やノキア、Twitter が含まれる。ありがとうございます。